平沢賢治は日本中央競馬会に所属する機種。2020年現在は立ットレーニングセンター所属。乗用外漢字の使用に制約がある j r a 公式ホームページ、新聞などでは平沢と表記されるが、正しくは平沢賢治である。父親が JRA 競馬学校の教官を務めていた縁で幼少期より乗馬に親しんでいた。当初は 双子の弟が、競馬学校を目指していたが、その弟が、競馬学校の受験に失敗したことから騎手を志す。2001年に美穂トレーニングセンター、冷えた賢治旧社所属として、騎手デビュー。同期に石上小木一、大場和也、川島真嗣、小坂忠、南場豪賢、三島康則らがいる。しかし平地競争で結果を出せず、 デビュー3年目からは障害競争にも起場するようになる。2011年に平地免許を返上。以後は障害競争専門の機種となっている。2013年に美穂から立党に所属を移す。2016年7月、小倉サマージャンプでマキオボーラーに起場し、重傷初制覇。2017年5月には、 JRA 新記録となる障害競争起乗機会後、連勝を達成している。2020年11月、京都ジャンプステークスでタガノエスプレッソに起乗し勝利。お重調さんの障害連勝記録を11で止める。2021年6月5日、東京競馬第 1R をセプタリアンで勝利し、JRA 通算100勝を達成した。JRA 騎手名官、ありがとうございます。